皆さんこんにちは、刺繍ブランド糸話の伊達です。今日はですね、ここ今広島にいるんですけども、ずっとあの奈良に帰った時に奈良の五条の好きなところトップ5というのをですねお話ししようしようと思ってたんですけども、すっかりあのお正月ボケで忘れてしまっていてですね、あの広島から五条の好きなところを語るというちょっと新しいスタイルをやってみようと思います。前回ですね、シワの好きなところトップ5というのをですねお話しして、あの時計とそんな風に時報が鳴るんですねっていう風にコメントくださった方もいらっしゃったんですけども、そうなんです、あのシワって結構通り過ぎることが皆さん多いと思うんですけども、しっかりここに来ていただいて一日過ごされると意外にいろんな発見があって、とっても面白い街並みになってます。で、五条も皆さんなんか京都の五条ですかってめちゃくちゃ、まずこう間違いナンバーワンはこれですね。東京のお友達とかに奈良の五条っていうところに住んでていいところだからよかったらっていう風におすすめして、あ、じゃあ行きますみたいな風に言ってくれるんですよ。で、すごいみんな軽く言ってくれるなって思ってて、なんかよくよくあの皆さんこう実際に来る前にやっぱり直前に調べるじゃないですか、ちゃんとルート。そしたら皆さん京都の五条だと思ってたみたいで、その大阪とか京都にお仕事があってそのついでに行こうと思ったらめちゃくちゃ遠いんですねって言われてですね、そういうことが過去に何度もありまして、まずですね、私が言ってる五条は奈良の五条です。はい。で、そんなあの、京都とかとですね間違えられやすい五条なんですけども、昔からですね、あの和歌山にある高野山ですね、高野山の参拝の、あの参道として江戸時代ぐらいからずっと栄えてまして、宿場町なんですね。だからこう道路に面していろんなお店があのあるっていういわゆる町屋街でして、あの奈良五条散策の動画もこの下に貼っておきますので、また見ていただけたらと思うんですが、そういう町並みで私は本当に生まれまして、その町並みから徒歩5分ぐらいの普通のお家で生まれたんですけども、小中高とずっとあの通学路として今、五条ショップがある町並みをですねずっと通ってました。で、子どもの頃はですね、何にもないなと、子どもにとってはそんなに興味のあるものじゃないんですよね。なんかこう江戸時代の〇〇さんの遺跡とか言われてもですね、奈良ってそういうものがすごい多いんですけども、古墳とか寺院とかやっぱりちっちゃい時からすっごい好きだったかっていうと、親に連れられて面白いなって思ったりもするけど、どっちかというと絵とかですね、そういうアートの作品みたいなものが好きだったので、建造物にはなかなか興味を持っていなかったような幼少時代を過ごしていたんですけども、10年ぶりに五条に拠点を置いてふと街並みを見てみたらですね、たくさん好きなところがありました。まずじゃあ5位からいきます。はい、5位はですね、じゃかじゃかじゃん、あのですね、これが5位なのかって言われるかもしれないですけども、新町通りを歩いてすぐに一橋商店というお餅屋さんがあります。そこが見どころ5位ですね。あの新町通りって調べると絶対に最初に画像がトップで出てくるんですけど、それぐらいすごい素敵な看板を掲げられてるお店で、私が高校生の時までは買い食いできるぐらい、あの飽きないをされてましたそこのおまんじゅうの中でもフライまんじゅうっていう揚げまんじゅうがすごい好きで、登下校の帰りにですねダメだって言われてるのにあの買ってですね、でもそれを売られてたおばあちゃんもめちゃくちゃ可愛くてですね、あのおじいちゃんとおばあちゃんがご夫婦でずっとその日1日売れる分のおまんじゅうを作られている一橋商店さんだったんですけども、ちょっとあのおばあちゃんたちがご高齢になられたということで、今はお店を閉じられて観光名所としてですねレプリカのおまんじゅうが飾られてたんですけど、最近改修工事にちょっと入っちゃったということで骨組みが周りについちゃってるんですけども、それでもなおあの素敵な風景なので一橋商店さんはぜひ見てみてほしいなと思います。で、じゃあおすすめポイント4位なんですけども、あの河原ですね、あの堤防が新町通りと平行線上に吉野川が流れていて、その吉野川沿いに河川敷があるんですけども、あのそこがですね、みんなのウォーキングルートになっていて、とても見晴らしのいい場所になってます。私もですね、なんか仕事に疲れたりとか、なんかこう考えがまとまんないなっていう時に一人でぼーっと河原を眺めに行くんですけども、だいたい私お仕事もちろん平日にしていて、あの平日の昼間ってだからもう
私がぼーっとしてる時に歩いてる人たちって大体おじいちゃまおばあちゃまなんですけども、なんでこんな若い子がここで座って一人でおるんやみたいな目で見られることが結構多々あってですね、なんかあらぬ心配をされてるんじゃないかなって思う時はあるんですが、まあそういう目も気にならなくなるぐらい広大な結構大きな川が流れていて、夏はそこで花火が上がったり夏祭りがあるんですけども、ただ歩くだけでもすごく気持ちいい河原なので、ぜひそれはですね一橋商店さんを見てその後河原の方にもぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、じゃあここからどんどん行きます。ここからしばらく食べ物シリーズいきます。まあ、お餅屋さんもそうなんですけど、今は買えないのでね、食べ物にカウントしてません。で河原来たでしょ。じゃあ第3位、はい、池田のコロッケです。なんかこれ五条の人に動画この動画見られたら結構恥ずかしいんですけど、池田っていうお肉屋さんがもしかなんなら新町通りから外れてるんですけど、新町通りを出て一橋商店さん側橋側に出た方にですね、お肉屋さんがあって、そこのコロッケがめっちゃ美味しいんですよ。はい、そこのコロッケはですね、ちょっと本当にぜひ皆さん五条に来られたら、まずそこで食べてほしいなぐらいの感じです。私は買い食いはお餅屋さん甘い辛いをこう無限ループしてたんですけども、コロッケ食べたりおまんじゅう食べたりして、たまに先生に見つかったりしていたという。池田のコロッケ屋さんはですね、昔ながらの方法で注文も取られてて、自分でこう書き込むんですよ、食べたいものを。なんかこう注文表みたいなのに、それをおばあちゃんに渡したらその場で揚げてくれるという素敵なお肉屋さんになってます。ちょっと食べ物ばっかりになりそうなので、2位と1位どうしようかなって思ってたんですけども、2位いきます。はい、ダラララララン。はい、おすすめポイント第2位はですね、やっぱり事務所の隣にあるお店の隣にある源兵衛さんというですね、和食レストランですかね。一回この YouTube でもですね、源兵衛のご主人中谷さんと私が対談させていただいて、すっごい気さくな方っていうのは皆さんこうご覧いただいた方お分かりだと思うんですけども、まあ、気さくなエンターテイナーのご主人だけじゃなく、作られるお料理がですね本当にすっごい美味しいんですよ。私なんかベジタリアンでもないし、ビーガンとかにもちょっと抵抗があってですね、なんとなくそういうものって味が薄かったり、なんかこう満たされなかったりするなっていう、生粋の肉おやつ好きとしてはですね、なんかそこに抵抗感があったんですけども、なのでその源兵衛さん初めて利用させていただいた時に、お野菜のレストランです、お肉だったりお魚使ってませんっていうふうに聞いた時に、あ、そういう感じのお味かしらと思ったらですね、それが全然違って、しっかり味もするし、しかもですねフルコースで東京で食べたら多分ゼロ1個違うんじゃないかなぐらいのですねフルコースをすごいお手頃な値段で食べれますので、ぜひこれは本当にオフィス、私たちのオフィスとお店の隣なんですよ。もうだから徒歩20秒ぐらいで行けちゃうんですけど、お店同士を、ここは本当におすすめです。でその源兵衛さん、私たちのお店向かいにですね柳瀬屋さんという一棟貸しのお宿もあって、そのお宿も源兵衛さんが面倒見られてまして一緒に経営されてるの でその柳瀬屋さんもですねめちゃくちゃかっこいいというかですね、リノベーションがしっかり行き届いていてとても綺麗なので、お時間の許す方はぜひ源兵衛さんでご飯食べて、うちでちょっとまったりお買い物してもらって柳瀬屋さんで泊まるっていうこの豪華コースがありますので、ぜひぜひちょっと遠いんですけども五条までいらしていただいた時はですね、ぜひ泊まってみてもらえたら嬉しいなと思っています。でですね、ダカ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 ダン、はい、最後の、五条のおすすめポイントですね、第1位なんですけども、いやこれすごい迷ったんですけども、やっぱり私はその出身地で地元っていうのもあるので、やっぱり地元のもの、大切なものを推したいなということで、もう知名度もめっちゃあるんですけども、やっぱり柿の葉寿司がいいかなって思ってます。でしかも五条には柿の葉寿司のお店がたくさんあってですね、発祥の地なんですね。大和さんとか田中さんとか有名どころもありますし、結構マイナーな奈良駅とかには売ってないような柿の葉寿司も五条周辺にはたくさん作られてます。本当にそれこそ家庭内産業で
おじいちゃんとおばあちゃんがご夫婦で作れる分だけの柿の外しを作ってるっていうようなところもあるので、柿の外し5畳で調べていただいて、あの食べ比べしていただいたら結構味が違うんですよ。なんかこっちのは酸っぱい、こっちのは甘いとか、酸味も違ったりとか、お米とかあのネタの雰囲気も違いますので、ぜひ食べ比べしてほしいと思います。一番おすすめなのは秋にですね、紅葉した柿の葉っぱで包まれるプレミアム柿の外しっていうのがあるんですけど、期間限定でその11月の多分1ヶ月ぐらい、私もまだ食べたことないですね、に11月のだから初旬はむちゃくちゃうっすら色がついた柿の葉っぱで、あの最後の方になるとしっかり濃い赤とかオレンジの葉っぱで包まれた柿の葉寿司が食べれるという、あのそんな素敵なサービスもありますので、秋になってまたこれ思い出していただいて、ぜひ皆さんあの柿の葉寿司食べてみてほしいなと思います。なんか 5ランキングの中でほとんど食べ物になっちゃったんですが、なんかどれだけ食が好きかっていうことがしみじみ思いますね。なんか自分で別の場所とかに行くと街並みとかも好きな、なんか結構それがやっぱり当たり前になってしまっていて、食べ物をちょっと皆さんにはご紹介をしてしまいました。あのもちろんですね、街並みもめちゃくちゃ素敵なので、あの 街歩きでご紹介した御神鉄道だったりですね、日本で一番古いと言われている、町屋だったりもありますので、あのぜひですね五条に行ってみたいな、ちょっとコロナが落ち着いた頃になるかもしれないですけども、お声掛けいただけたら、私がいる時だったら一緒に観光しますし、あのそうじゃなくてもおすすめ一覧をズワッと送りますので、ぜひまたお声掛けいただけたらと思います。ではでは、今日はですねちょっと広島からでしたが、七五条のおすすめベスト5をお話ししました。最後まで聞いてくださってありがとうございます。